こんばんは。最近 CD を複製したり、盗撮をしているアホを SNS にさらしていますが、その時、有名になったんだから仕方ない。または、それ似たようなことを言ってる奴がいますが、どう思いますか？このようなコメントは、リオスさんだけでなく、様々な有名人に SNS でも見かけます。ああ、ありますよね。有名人なんだからしょうがないじゃんっていうね。それはね、有名人じゃない。それ言ってくるやつ、有名人じゃないからさ。有名人じゃないから言えるんだよね。その他人事っていうか。お前が有名になってからそれ言えって。自分が有名になってそれされた時にどう思うか想像してから言ってみようっていう感じですよね。まあ、わかんないんだろうなって思うかな。でも、だからわかんない。想像できないんだと思うけど、まあ普通に有名人だろうが何だろうがね、普通に、プライベート写真撮られたらムカつくんでね、一緒ですよ、そこは。逆に言うと、まあ業種に、職種にもよるけどさ、ラッパーとかさ、アーティストとかさ、まあ絵描きとかともかく、まあ言葉でやってる俺がさ、一般の人だったらムカつくけども、有名人だからムカつかないみたいな。それってもう感覚ずれてるじゃん。もう、みんなと感覚違うじゃんね。そんなやつの感覚の歌歌われても、もうわけわかんない感覚っていうかさ。まあ、これ、俺たちと同じふうに思ってるんだ。まあ別に共感させたくてやってるわけじゃないけど、俺はね、まともな感、まあ、俺がまともかどうかっていうのはともかくとして、普通の感覚でラップしてたいと思うからさ、ムカつくことはムカつくし、嬉しいことは嬉しいし、っていうのは、それは有名だからとかはあんま関係ない。それ自然とでもムカつかなくなってきたらムカつかないし、そんなのいっぱいあるからね。例えば DM で死ねとかさ、もう、どうしようもない悪口とかが DM でポンっていきなり、明らかに子供みたいなやつから届いたりするんだけど、まあそんなのはもう正直無視するけど、じゃあみんなが、ね、急に、そんなことあったらめちゃドキドキすると思う。知らないやつからそんなの送られてきたら。何ってなると思うんだけど、俺はもう本当にそれはもう呼吸をするようにブロックするだけなんですけど、まあそういう意味で、そうやってなんとも思わない時もあるんだけど、まあ、それもその晒すのも晒すので、俺はこれを晒すと面白いだろうなと思ってやってる部分もあるんで、それに対して、そういうね、有名になったんだからしょうがないでしょみたいなことを言ってくるやつは、まあ、頭悪いんだろうなっていう感じですよね。まあでもしょうがないのかなとも思うし、それこそこの間、なんでだったか忘れたけど、チェホンマンってこう、検索したら、チェホンマンおったみたいな。やっぱチェホンマン目立つからさ、でかいから。チェホンマンを遠くから盗撮したのがいっぱい出てきて、盗撮っていうかね、もう本当に、なんだろうな。街にイノシシ出たじゃないけどさ、チェホンマンいたみたいな。笑えるみたいな写真がめっちゃ出てきて。ああいう目立つ人とかはもう、逆にもう、いちいちもう写真撮んなとかも言わないぐらい慣れっこになってんのかなって気はしますけどね。俺はまだやっぱムカつきますね。無断で写真撮られたりすると。感って聞いて若干下品なラッパーってなんでこんなに調子いいんだ。導火線に火火弾にミス病に薬と免疫濡れた髪を乾かし何もない日にも与える価値。